老齢のラビ一着はタルムードの勉強をしているところを客に邪魔された。また本の前に戻ってメガネを探したが、いつものように本の間に挟んでない。そこで彼は考えた。毎日本を読むときにはメガネをかける。やめるとメガネを本の間に挟む。毎日そうするのだから今日もそうしたに違いない。そうしたとすればメガネは本の間になければならない。しかしメガネはそこにはない。メガネがそこにないということはどういうことか。そこにないということはなくなったということだ。メガネがなくなったというのはどういうことだ。メガネが一人でどこかに行くわけがない。とすれば、誰かが取ったに違いない。メガネを取ったのは誰だろう。メガネを必要とするものだ。だがメガネを必要とするものは自分のを持っているはずだから、私の謎いらない。メガネを必要としないものはもちろん取るはずがない。とすると、誰も取らなかったということになる。誰も取らなかったとすれば、メガネはここになければならない。だがここにないということは、ちゃんと見てわかっている。見てわかっているということは、どういうことだ。メガネをかけなければ、私は何も見えない。だからメガネがないということが見てわかっているということは、メガネをかけているということでなければならない。そこで彼は鼻に手をやった。